ビオアフターだけですけども、子供たちの遊び場と遊具という感じで、子供たちが遊んで初めて完成ですからね。おはようございます。金井隆一です。今回もですね、ビオアフターの総演習、編集で、子供たちの、遊び場と遊具という感じで、3カ所ぐらいの場所のやつをまとめて、3カ所すべて、にツリーハウスっぽいやつが出てきますけども、すべてちょっと現場現場によって違う考え方のツリーハウスを作っておりますから、その他にいろいろと遊具を作ってありますから、そういうものも一緒にちょっと見ていただければと思っております。作業風景はございませんけども、ビオアフターだけですけども、何かの参考になればと思いまして、 YouTube に上げさせていただきたいと思っております。じゃあどうぞお願いいたします。ここはね、保育園で園庭の中で遊び場を作ろうと思ってます。今回はね、ちょっとそんな広くないんですよ。で、木が植わってて、そこのスペースを利用した形で、もっとなんかその狭いスペースでも子供たちは遊べる、丸太遊具、丸太を使った形でツリーハウスっぽいような、またそこで遊べるような感じの雰囲気のものを作りたいと思ってます。桜の木とカリン、この木はちょっとこのまま残した形で遊具の中に入れていこうかなという考え方で、今まで植栽地だったんですけども、0歳から5歳まで遊べる空間というテーマで作ったから、それなりに、これやっぱりこの空間で、あれだと面がいい人だから、やっぱり面積を増やすためにはこの中段で、そこもまたステージとして遊べる、で下と上を遊べるスペースがあると、こんだけの面積でも2倍の遊べる空間ができるんで、ここの保育園は結構樹木なんかは果実が多いんですよ。でこれがカリンで、ここが柿でみかん、そういうのもなんか自分たちで取れる高さっていうのもやっぱし刺したいということがありましたので、そういうのも結構楽しめんかなと。自分は我々小さい時にもっとこういう冒険的な、原始的な遊びが多かったんで、だけどやっぱりそういう遊びをなんかこう今の子になんか伝承伝えたいという感じで、遊びの空間を作っていきたいと思っております。少し遊具を増やしたいということで、ちょっとツリーハウスっぽいやつを作りたいと思っております。最初初回はもうこの築山の方も
建物で出た残土をそのまま残させてもらいまして、それで作り上げました。こっちはね、肉工事で、一応壁面を利用した形の遊具です。今回はこのスペース、この空間がもったいないということで、今回この上に一応樹木は入らないんですけど、まあそんなような雰囲気のハウスを設けて、この空間をもっと利用したいというとか、はい、なんでつなげる、登って渡れるとか、どっか他の遊具に連結できるように、一応それも空中でできるように、下は下で遊べるという形で一応、まあ、できるだけそのようなイメージで。ツリーハウスって言ってるんですけど、ツリーハウス的イメージですよね。木は植わってないと、はい、逆に これが最後で作ったツリー、先にこれを作った上で周りができたという雰囲気に持ってきたかったんで、まあシンボル的な存在。先生の方も、まあ、少し冒険させて手作り感のやつで遊ばせるというのがコンセプトなんで、まあ、必要最低表現は転落的なものとかそういうのは一応考えた上で施工したんですけども、今まで作ったやつが完璧かというわけじゃないし、またここの園児さんとかどういう遊び方するかね、まあ面白いんじゃないですか。それが、はい、これで完成でございます。はい、こんな感じです。こうやって置いてあるやつ、これはもう園の方から提供されたやつで、タイヤとか材木とか、まあ、こうやって結構取ってあるんで、これを使ってくれという感じですね。まあ、平面的ですけど、もっと立体的な空間に、で植物も結構入れていきたいと思ってるんで、チャイルドガーデンっていう感じの雰囲気、子供たちの庭っていう感じになると思いますけど、ここツリーハウスの部分に一応影響4本の木の間に一応ツリーです。これは白カシと荒カシ、一応どんぐりが一応実がつくんで、どんぐりなんか楽しみになる。という木です。こんな感じで屋根、とりあえずこれ土を入れまして、雑草が生えるようないろんな植物が屋根に生える感じのイメージです。ちょっとそっちの方の面白いかなと、はい。この側面をやっぱり1メーター幅ぐらい子供たちが遊べる遊具をいろいろとちょっと作っていきたいと思います。今回は3基ぐらいここに設置、ここに登ったりぶら下がったり、まあ隅にも利用した形で遊び場を作っていこうかなとは思っています、はい。
あとですね、遊び遊具として、植物でトンネルを作りたいと思って、まあ、そこをこう、こぐっていく、そんな感じの緑のトンネルを、骨組みは水道の塩ビ管 であと鉄筋で、それが骨組みになって周りに植物を、最終的には緑のトンネルになります。マギのトンネルができました。マギはちょっと好きなように盆栽のような形でできますから、まあだからマギは意外とこんだけしおっても若い時は全然平気なんで、当初はあの土管をトンネルこぐらすっていうちょっと面白くないんで、まあ一応この土管を立たして遊具にしようかなと思ってます。で、周りが砂場、これはやっぱり煙突、昔の煙突ってイメージでこう残っていくボルタリングをつける。中の空間も使いたいんで、一応これカッターで穴開けて、まあ、ここボルタリングやっても周りがこの砂場になるんで、まあ、ちょっとクッション代わりにもなる。一応ね、登り棒でこうやったんですけども、あの転落防止のネットここにやります。まあネットやればちょっと太めのネットなんで、逆にそのネットが登ることもできるかも分かります。まあね、こうやって子供たちが遊んで初めて完成ですからね。やっぱりこうやって子供たちの庭を作るっていうのが、やっぱり庭の中でこういかに子供たちが躍動するかね、想像してたより以上になんか違う遊び方をするんですけど、まあこれもまた面白いが自分たちの想像で、これ子供たちからの提案でもっといっぱいつけろって言われて、なんか子供たちが提案してくるという。いやいや本当に、ね、このためにあの作ってきましたから、まあ一番楽しいですよね。